道技術昔話解説動画へようこそ。本日もですね、鉄道技術昔話解説動画ということで、機動車の話をさせていただこうと思います。今回ですね、宣伝の機動車の話になるんですけれども、電気式機動車、キハ4番さんでのね、お話なども合わせて取り上げていこうと思いますので、どうか最後までね、お楽しみの方よろしくお願いいたします。昨日のお話と若干ダブるんですけれども、宣伝の機械式機動車3体ということで、写真の方をですね、見ていただこうと思います。まず最初はですね、国鉄が試作した電気式機動車の方ですね、昨日ね、アップしましたけれども、重量が重くですね、日本の鉄道には不向きであるということで、ローカル専用として、キハ4万1000やキハ4万2000というのを製造していきました。ただ、これらはですね、機械式のため、充電運転ができないというね、欠点がありました。充電運転をしようと思えば、前後の車両にですね、運転士が乗務する必要があり、汽笛でね、タイミングを測りながら運転していたそうです。まあ、せいぜい2年がね、限界であったと言われていますけれども、まあ、記録によるとですね、公約鉄道では、夏のね、海水浴シーズンの中に3年で走ったっていう記録があるそうです。実際ですね、まともにどれほど運転できたのかなって、ちょっと気になるところなんですけれども、蒸気機関車もですね、30連なんていうのがありましたから、もしかしたらタイミングはしたのかなと思いますけどね、うまく同時に3人がですね、息を合わせてクラッチを入れてですね、運転できたのかなっていうのは正直疑問なところではあります。ここからですね、昨日の写真と若干ガプるんですけれども、キハ4万1000ですね、こちらの方が製造されます。こちらの方はですね、宣伝を代表するね、機動車の代表ということで、15.5メートルのね、で、20トンの軽量車体ということで、最高速度は75キロだったそうです。エンジンの方はですね、GMF13、100馬力のね、1300回転でなってますけども、この G っていうのはね、実はガソリンという意味なんですよね。これが西内のね、ガソリン事故ということでね、悲惨な事故起こすわけですけども、当時はですね、基本的にはガソリンカーということで、私もですね、よく子供の頃はですね、父親などがですね、ガソリンカーでよく言っていましてね、ディーゼルエンジンはなぜガソリンなのかなっていつもね、疑問に思っていたんですけれども、当時は昔はね、ガソリン出しとったというわけでね、あながち間違いではなかったということかと思います。で同じくですね、これも昨日ね、ちょっとアップした画像ではあと重なるんですけれども、キハ4万1000の縮小版ということでね、キハ4万という車両が誕生します。こちらはですね、車体長 11.5 メートルとね、非常に短いね、ものにしてですね、最高速度を65キロにする代わりに、貨車の一両も引っ張るでしょうというのことで狙ったものだったそうです。実際にはあまり必要にならなかったんじゃないかなというふうに言われていますけれども、それでもね、30両ほど製作されたそうで、こちらもですね、同じく、エンジンはですね、4万1000と同じ GMF13 の100馬力、1300回転のね、の定格出力というふうになっています。引き続きですね、こちらですね、この車両もね、よくご存知の方も多いと思いますし、九州の鉄道記念館でね、こちらの方を見ることができますのでね、ご存知の方多いと思います。これ実際ね、中身させてくれるというのは非常にね、ありがたいなと思うんですよね。貴重な車両ですからということで、土足厳禁なんですけどね、それでも、中をね、見させてくれて、なかなか太っ腹だと、個人的には思います。こちらの方ですね、キハ4万1000の改良版ということでね、誕生する車両で、こちらの方で、ね、キハ4万2000という名形式になります。キハ4万1000の車体を延長してですね、19メートルにしたもので、当時ですね、昭和の初め頃って世界的に流線型ブームだったものですので、それに倣ってですね、電灯部を丸みをつけた流線型、これを流線型でいうかどうかっていうのはね、いろいろと突っ込みところがあると思うんですけれども、前を丸くするとですね、風の抵抗がなくなるだろうというね、そういう発想から丸みを持たせたものでした。最高速度の方ですね、若干こう出力アップした車両で、108キロを記録したっていうふうなね、記録もあるそうです。こちらはですね、GMF15 エンジンをベースにですね、6気筒を8気筒にしたということでね、GMH17 というね、エンジンになります。こちらの方がですね、出力が150馬力ということで、実はですね、このエンジンがですね、ディーゼル化したものが、
この後ね、出てくる DMH17 っていうね、エンジンなんですね。機動車のね、標準エンジンとなったね、そういうのがベースになったエンジンというふうにね、理解いただければいいかなと思います。ここからですね、少しテクニカルなね、お話をさせていただこうと思いますのでね、聞いていただければと思います。まず GMF13 エンジンと DMH17 エンジンということで、まず GMF13 エンジンとはですね、昭和7年にね、鉄道局の採用局車両課が中心になって設計し、川崎車両、池貝鉄工、新潟鉄工でね、製造されたエンジンです。このエンジンの後継等がですね、その後のエンジンの基本となっていきます。こちらですね。で、こちらのね、引き続き DMH17 エンジンのね、経緯なんですけれども、ドイツでもですね、電気式のディーゼル動車が発達し、まあ、自動車のね、ディーゼル機関が発達していたことからですね、鉄道省でもね、ディーゼル機関を開発しようという機運が高まりまして、昭和9年にですね、まあ、新潟鉄工で、昭和10年にはね、日本車両でね、DMF13 エンジンをベースにしてね、ディーゼルエンジンですね、これが、制度というか試作されまして、車両についてはですね、キハ 41,500 というね、独自の番号が与えられました。同様にですね、GMF17 エンジンというのもね、ベースに DMH17 をね、搭載した車両が、川崎車両でね、製造され、3両がね、キハ 42,500 として誕生しています。いよいよここからですね、電気式機動車誕生のお話になるんですけれども、まあ、日本版フリーゲンダーハンブルガー誕生ということでね、何のことかなと思われるんですけども、ドイツのね、電気式機動車特急用にね、こういう車両が1000年作られたということで、これが非常にね、日本でも話題になったようです。そこでですね、日本でも本格的に電気式機動車をね、開発しようということで誕生したのがこちら。ね、キハ43で、まあ、ちょっと先ほどね、フリーゲンダーハンブルガーとかだとあまりも落差が大きいんですけども、まあ、電気式機動車がね、ここで試作されることになりました。機械式ではですね、1両ないし2両しかね、連結できない、ね、旅客道路に対して対応できない、ね、先ほど申し上げた通りですね、2両、3両つなごうと思うとですね、運転手をそれぞれ乗せないといけないとかね、まあ、2両ならば出してもね、3両だとちょっと厳しいじゃないかっていうね、そういう状況ですから、電気式の機動車をね、試作してみましょうとなりました。これは昭和12年のことです。3両1編成試作されたキハ43で、中間車はね、17メートルという変速、両端の車両はね、20メートルという長さでした。なお、先頭車は非機動ですけども、中間車はね、普通の客車みたいにね、開き戸ってなっている変速的なものでした。まあ、当時はね、両上げて流線型ブームだったのでね、EF55 や C55 と機関車ともどもですね、こういうふうな流線型で誕生したというふうに言われております。次にですね、DD51 型機関車のルーツ、DMF31系エンジンということでね、ちょっとお話をさせていただこうと思います。DMF31 エンジンとはね、先ほどのキハ43000にね、搭載されたエンジンなんですけれども、これですね、鉄道省が中心になってね、設計した仕様をもとにですね、新潟、三菱、池貝のね、3社が製造したエンジンの総称になります。というのが、正式なエンジンという意味合いではですね、国鉄の宣伝型の DMF31 とですね、戦後の DMF31系エンジンは違うんだよっていう風な文献もあるわけですね。まあ、そういう意味であえてね、こういう風な表現をさせてもらっております。まあ、シリンダー直径がね、この通り180ミリ、ストロークが200ミリというね、非常に大きなものでした。まあ、これでですね、機動車と搭載するためにですね、横型で実はね、設計されるんですね。ただ横型エンジンというのはですね、これキハ60でも失敗していますし、キハ81でもね、同じようにこう問題を起こしてるんですけれども、排気やですね、オイルの潤滑などのね、もしくは排熱、熱を逃がすね、そういうところの設計が難しくですね、まあ、当時の工作制度の問題もあってですね、クランクシャフトの積損であるとか、ピストンの焼け付きなどがね、重大な不具合が生じたそうです。まあ、折り悪くですね、日韓事変も発生したことで、石油統制などもあってね、量産に至らないまま、そのままね、旧車となってしまって、戦争でですね、まあ、燃えてしまったというね、不幸な車両でした。まあ、戦後はですね、その基本的な直径とかね、ストロークを、まあ、基本的にエンジンの仕様ですね、を元にしてですね、
新たにその DMF31 型エンジンという縦型でね、再設計されます。これがですね、まあ、うまくいきましてですね、DD51 型エンジンでね、発展していく。要はシリンダーの数をね、増やしていったんですね。DMF31 ですので、もちろんね、6気筒でしたけども、これを気筒、V 型12気筒にしたのが DD51 型エンジン。まあ、深いね、下級機、スーパーチャージャーとかですね、中間冷却、インタークーラーですよね、なんかをつけていって、まあ、改良していったのがね、DD51 型エンジンなんですけれども、そのベースとなったのは、この戦前のね、DMF31 エンジンをベースとした、まあ、DD13 型エンジンだったんだよっていうね、知っていただければな、なんて思います。まあね、さっきも申し上げましたようにですね、T-60 に搭載されるんですけどね、こちらではね、前、ちょっと前回ね、アップしましたけども、残念ながら失敗しているというのをね、よくご存知かと思います。こちらの方ですね、前回、作らせてもらったね、動画の方、サムネイル貼らせてもらってるんですけども、もうすでにね、ご覧になったよっていう方はね、また思い出していただければ嬉しいなと思いますしね、まだこれ見たことないなっていう方はね、ぜひね、こちらの動画もね、リンク貼っておきますのでね、ご覧いただければ幸いです。